はベースをしっかり出す。で、5弦弾くのか、6弦か、4弦か、その辺をしっかりと目で確認しながらいきましょう。で、あとはベースラインを歌えるようにするのがベストなんで、頭の中でこう、ドーン、意識してください。どうしても1弦に行かずに2弦で止まっちゃうことがあるんで、